毎度ーいやです。ということで皆さん、いつもチャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。そのあなたのチャンネル登録、高評価、コメントがすごく僕の動画の励みになってますので、これからもね、よろしくお願いいたします。今のところね、もうコメントは全て当日中は返しておりますので、皆さんぜひコメントしたらちゃんと返ってくるよ。てなわけで、いくぞみんな、今日いくぞ、今日の企画いくぞ。本日の企画はなんとプロスピ史上この球種を持ってるのはこの方だけなんです。出てこい、松本裕樹さんでございます。今回はですね、この B ランク松本裕樹さんを使っていこうかなと思っております。今回はですね、なぜ B ランクか、そう、 A ランク S ランクが出てないという、はい、まあまあ言うてしまえば、発掘系 YouTuber ヤンのゲームチャンネル、はい、僕がねこの方をね見つけてしまったと。まあむしろ向こうから僕に使ってと、はい、言っておりました。でこのストレート見たら分かるんですけど、裏見てください、ナチュラルストレートナチュラルシュート持ってます。やばないっすか、ストレートとナチュラルシュートってすごくね、変化球の回転めっちゃ似てるんですよ。もうリアタイで使っていこうかなと思っております。まあ普通に考えて、松本裕樹さんって、まあ、B ランクだし全然使われへんやんって思うけど、絶対に強い 100% S ランクで出たらの話やけど、まあ変化球のね球種自体もこんな、俺大会出たら普通にカットボール、高速スライダー持ってる人が出てきたらもう確実にやられます。はい、ってことでですね、この松本裕樹さんを使ってリアタイへ潜り込んでいきますので、皆さんぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということで早速松本裕樹さんでー、みんな行くぞ、あの言葉、松本ゆきさんにあの言葉いくぞ、せーの、村林。そうそうそう、みんなごめんなさい、コメントほんまにありがとうございます。村林がツーベース打ったぞとか、なんか出塁率やばいぞとか、まあ普通にね、あ、皆さんからコメントいただいてるんですけど、村林今回プロスピ来るぞ、今年はみんな頑張って取りに行こうぜ。ではリアタイへレッツゴー。さあマッチングします、ヤックンさん、よろしくお願いいたします。もう打率が似てる非常に試しがいがある、入ってきましたね。さあしっかりね、今回はソフトバンク純正でやったのかなと僕は思っております。まあ、松本裕樹さんがね、 あまりにもスピリッツ暴力がねもうやばいと思うので、中継ぎなのでしっかりねワンポイントというよりかは、まあ、ワンアウト打った時点でいこうかなと思っております。さあここで佐々木誠さん打っていこうぜ、先に先制点を取っていこう。よし、ボール、はいはいはい、なるほどね、オッケーオッケー、はい待って、さあこれは宇宙がぶっ刺していく、はい、とても気持ちいい、やっぱソフトバンク気持ちいい、はいこれも、はい宇宙がぶっ刺していく、はい気持ちいい、はいはい、連打続いてるよ、さっき言ったもん、いこう、流せ左線上レフトしっかりとぶっ刺していく、はい、あー気持ちいい、はいここでデスパイで特殊能力バケボー早く帰ってきてくれデスパイで、もう帰ってきてる、帰ってきてるかどうかわからないですが、しっかりね、出た時にはもう A ランクを、手に入れてすぐに極みに行きたい、はい、よろしくお願いします。てか近藤さんの A ランクっていつ出てくる、マジでもう超1やねんけど、早く出てきてほしいな、あーごめん。さあここで迎えるバッター松田さんでございます。もうパワー99、96はやばい、おー振り遅れー、なるほど、いやソフトバンク純正ってマジで楽しい、流してる、さあこれもライトぶっ刺してゆーくいやガチで近藤さん早く A ランク来てほしいわ、ほんま超一じゃさ、ほんまにあかんわ、ホームラン入らんわあの調子悪い今日、あー止まんねーソフトバンクしたら止まらんわ、俺この試合終わるぞ、松本裕樹さん使わずに、松本裕樹さん使わずにガチ終わる、あかん止まった、ごめん
い転送はアウトダブルプレー。あんま生きたらあかんわ。さあ、レイちゃんよろしくお願いいたします。ということで、まあ一発目はね、もうストレートバッチリかわしていって、はいはいはい、なるほど、留年もないので、もうさっさと決めていけないなと思います。さあ、集中。さあ、ここ OK、 さあ、これライト取れるよ。 OK、 ナイスギター。 OK で、ここでね、2ストライク追い込んだら、出していこうかなと思います。さあ、しっかりね、2ストライクを追い込む配球で、で、ツーシーム内角高めで、ここもしっかりと、はい、入れていって、さあ、ここで迎えるピッチャー来ました。松本優さん登場でございます。めっちゃ光をマイナスイッチだし、で、ここでね、しっかりね、先にね、ナチュラルシュートを上にぶち込んで、まあ、ここからね、あの変化量、こんなんや、おい、打ってくる、嘘やろ、なんでそれ、ボールドバイトされたらたまらんねんけど、まあ、まずはね、ちょっとナチュラルシュート、さっき見せたんで、ストレートしっかり内角から、ぶち、甘い、それは、それは、おったマッキーがおったで、ここで、ストレート、はい、しっかりと、ぶち刺し、あかん、めっちゃボール、あかん、コントロール悪い、ちょっと待って、あかん、ミスミッチ、ナイス、ミスミッチ、オーケー、いや、フロン、ちょっと待って、あんま曲がらんな、B ランクやったら。シュートが曲がる、もうスプリットだけよ、スプリットだけよ、一回スプリットだけで、はい、見てくる、見てくる、で、ここでナチュラルシュートいこう、もうビタビタでいいよ、ビタビタでいいよ、あかん、あー、ちょっと待って、あー、制球悪いわ。悪い、 S ランクで出たら使い物ならんかも。制球悪すぎる。 B ランクあかんわよ、みんな、ごめん、みんなもう動画消して、消して、もうみんな動画消して、もうこれあかん、ボストーク、ボストーク確定。でもストレートとナチュラルシュート見て、これストレートのこの変化球のこれ変わらんやん、見て、見ててや、これナチュラルシュート、これ、これ、これ、あっあかん、 B ランクあかんわ、ごめん、ちょっと待って、これ一緒やんな、ストレートと、ストレートと変化量一緒やんな、なんで打たれる、何が、これバッター目線やりたいな、ちょっと待って、バッター目線やりたいけど、やってくれる人おらんわ、俺友達おらんもん、あかんわ、まあ、や、ここスプリット、とりあえずスプリットだけよ、ここのスプリットどうにかなる、あはは、抑えれた、ナチュラルシュートとさ、ストレートマジ回転一緒じゃない、いや、わからんと思うやけどな、いや、これ多分ね、大革命やと思うけど、 S ランク出たら多分ね、これ噂なるよ、絶対、絶対噂なる、だってあるっていう人持ってる松本裕樹さんだけやからさ、絶対コラミさん、あの悪いこと考えたわ、絶対、ここはもうサクッとコールド決めていこうぜ、 OK、 ナイスセンター前、マジかよー、田中、高梨さんか、まあ大丈夫でしょう、打っていこう、大丈夫、打てる、集中、オッケーオッケーオッケー、ナイスカット、まあ初球消えたところで別にね、はい、問題なしングー、さあ、これ宇宙間、ぶっ刺し、帰ってこい、いやー、帰ってこいか、まずはここでもう打っていこう、マジであの追加点取っていこう、いやー、焦ってるわー、ちょっと待って、焦ってるわ、オッケーオッケーオッケー、ギータ以外、ギータバケモン、てかギータ以外アーティスト全然出てこへんねんけど、 OB 出てきてほしいわ、早く、あかーん、打たれへん、打たれへん、ほんまにやばい、高梨さんだけはガチで苦手やわ、ほんまにやばい、いやいやいや、ノーアウト2、3塁でも0点はやばいで、なるほど、0点はやばいってもう最後は決めてもらおうか、松本裕樹さんで、もうスタミナが切れても、しっかり投げ続けます、はいはい、早く打ってしまうんですよね、そしてもう外角のスプリット、しっかりスプリットで、あこれが一番、これが一番強いかもせえへんわ、で、ここしっかり内角、ぶち込んで、あ、いい球、いやー、これ、オッケー、取れば、抑えれてるやん、しっかり抑えれてるやん、てか、S ランクでマジで登場してほしいです、石川さんとさ、松本裕樹さんはガチで、あの S ランクで登場してほしい、ほら、えぐいやん、今の、多分ここでね、ストレート、多分ここでギリギリで、いや、振らんの、逆に、それ。で、もう一回ナチュラルシュート、これをな、あかん、それ甘い、それボール球からストライクに入ったら分かるけど、ストライクはストライクやったらもうね、逃げ道ないわ、はい、フルカウント、ピッチャー変えます、誰で行こうかな、いや、これ久しぶりさ、坂東さん使ってみるわ、もう球種決めました、外角のツーシーム投げます、はい、外角のツーシームで抑えていきたいと思います、ここね、さっきからスプリットしか投げてないんで、絶対ここ空振ると僕は思ってます、はい、集中、
結果坂東さんバリ強いてなわけで大勢ありがとうございました。皆さん松本ゆきさんどうでした？ S ランク早く登場してほしいでしょ。あ、どうも近藤なんですけど、ちょっとここで、近藤の、一発ギャグしていきたいなと思います。近藤がケツに、食い込んどる。ありがとうございました。